辺野古移設反対、中国語、韓国語で横断幕、沖縄。沖縄県の名護市にて、このような辺野古移設に反対する中国語と韓国語の横断幕が確認されてしまいました。現在、沖縄県では、このように公然と対日誘害活動が行われてしまっておりますので、日本政府には、 敵対的な外国勢力から沖縄を日本を守っていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました